手さんに名前を聞いてもらえるなんて光栄です。私は鏡と言い、今のところ特にお気遣い感謝します。まだガイシャが見つかったばかりなのよ。何もわかるわけないじゃない。ただ一つだけ言えるのは、模倣犯かもしれないってこと。6年前に起こった、6年前の事件。もしかして頭でも打った？あなたの名前は伊達かなめ。警視庁の特殊捜査班アビスの目、現場に呼び出されるのは当然じゃない。だが俺の仕事は死体を見る。確かにそうだけど、この事件だって、あなた彼女のこと知ってるんでしょ。あなたに知らせないわけにはいかなかったの。この季節にしては珍しいわね。これじゃ足跡を取るのも。今から2時間ほど前、園内から悲鳴が聞こえてきたって通報が。それで所轄の警官がこの付近を調べて、死体を発見した。そうだけど、通報してきたのが誰なのかが、まあ詳しいことは後で話す。残念ながら特に進展。メリーゴーランドの馬、まるで串刺しにな。犯人の残したメッセージ、ずっと前からあの状態だったから、ここに忍び込んだ悪ガキどもがふざけてた。すみません、まだこの足跡を取っていないので、ご協力いただけると助。仕方がない。ズームモードを使うんだ。ああ、そうすれば近寄らなくても。
眼下の中に目玉がくり抜かれている。左目か。おそらく殺害した犯人が抜き取った。そうとは限らないだろう。殺された後カラスか何かが追番。それはありえ、出血の量から考えて眼球が抜き、つまり生きながらにして。そうだ、瞳孔三大角膜混濁、区間前面部に優先無事。死因はこれによる失血死、死体温および死後硬直の進展状況から午後5時前後と推測される。アイスピックのようなもので滅多刺し。名前は名波翔子、知ってるでしょ。あなたとは何年も前から深い関係にあった。誤解を招くような言い方。ただの知り合いだ。なんだ今の。音の発生源を解析、方向から考えてメリーゴーランドの柱の中から聞こ。柱の伊達、中を通し X 線モードに切。中に誰かいるよ。なあ、ちょっとまだ。うるさい。おい、誰かいるんだろう、答えてくれ。どうやらうち、くそ、おい中のやつ、危ないから下がってろ。ここはどこだ。お前の夢の中だよ。俺は俺だ。そうだ、お前は伊達だ。そしてお前は。何でも答えるぞ。そうか、では誰だお前は。誰って私に決まってるだろ。その声、アイブ。そうだ。なんでそんな甘エビみたいな奇妙な格好。奇妙とはなんだ、可愛くて仕方がないだろ。本来なら伊達の感性について小一時間。俺の夢に何の用だ。呼ばれたのは私の方だ。私の意識とお前の意識は脳な。従って私はお前の分身のようなこと、今説明してもきっと起きたら忘れてしまっているだろう。だからまた今度お前が目覚めて。それよりもこの部屋に見覚えはないか。全くわからん。
そうか。まあいい。さあ、始めるぞ。始めるってんだ。ソムニウムスキャン開始。分かったぞ。何が？私は今お前の夢の世界をスキャンした。それを元にシミュレーションした結果、いくつかのメンタルロック。やれやれ、そんなこともよほど思考能力が鈍っているよ。夢の世界とは要するに深層意識の世界のこと。その世界はいくつかのレイヤーに分かれていて、それぞれの層の境目に基盤となる部分が存在する。この基盤のことをメンタルロックと言うんだよ。ここを突破しない限り、我々は意識のより深い真相に至らなければ真相は湧き。従って我々要するに、まずは明かりをつけてドアを開くならすぐに終わりそうだな。そう簡単にはいかないのが夢の世界。そうだな、まずは手始めにあのドアまで私を移動させて。なるほど、ここではお前、まあそういうことになるが。よし、やろう。南京城で成城。さて、このドアは。いいか、夢の中ではこの。ここは伊達のソムニウム。俺の。伊達は今睡眠中だから意識が。仕方がない、説明し。そんなことより俺の。いいから黙って聞け。だて、明かりが差した部分にだけ、もしかするとあの部というふうに、夢の世界にはそれぞれの。なるほどな。このルールを見極めることで夢の世界に。今のは誰だ。知らん。知らないはずはない。これはお前の夢。そんなことを言われてもな、知らない。まあとにかく知ら。お前を使ってメンタルロックの解除。どんな行動がメンタルロックの解除につながるかはわからない。常識にとらわれず、いろいろな行動を試してみるといいだろう。さて、お前に。私にも拒否権がある。神崎あやめ。あ、知らないか、冬に咲く。まるで人名みたい。植物とは思えない。地に足つけてまっと。融通の効かない面倒な。そういえば触れた。そうだな、こんな感じで進めればいいのか。まそういう神崎。そういやお前、形式的に嗅いでいる。こっちの方が臨場感。な、なんだ。まだ足りん。もっと、もっとだ。もっと力強く吸い込んでくれ。え、はあ。が、素晴らしい。普段どういうことを考えていると。
スイッチだ。これでスイッチ。よかったな。触れそうな場所が増え。寝たい。Yeah.